2月1日、横浜市の緑アートパークで脳トレゲーム体験会が開かれました。緑アートパークと e スポーツの普及を目指す共同通信デジタルが共催して行われたイベントです。シニア世代にテレビやパソコン、スマートフォンなどを使う e スポーツに触れてもらい、脳を活性化させることを目指します。11人の参加者は無料ゲームアプリ動物タワーバトルに挑戦しました。大きさや種類が違うさまざまな動物を交互に積み上げ、バランスを崩して倒した方が負けという対戦型のゲームです。落ちました。回転すればいいかな。スマートフォンのゲームアプリを活用して、シニアの方向けに、認知機能の低下予防とかフレイル予防、あとは昨今のそのデジタルデバイド解消という名目でゲームでコミュニケーションを取ってもらう講座をやっています。お孫さんとかとのコミュニケーションのツールにもなりますし、自分で大会に出ようとかそういうモチベーションを持てますので、障害学習とかで、ぜひ、取り入れてもらえればと思ってます。はい、4番と5番の方、トーナメント戦を行い勝敗を競ったほか、ゲームを通じた参加者同士の交流も見られました。夫婦で認知症予防のためって言いますか、それが目的で来ました。これからちょっと始めてみたいと思っています。ゲームがね、今までやったことないんだけどすごく面白かったです。